こんにちは、こよりです。昼公演前のショールームです。スマコね、聞いてくれてありがとう。チンネさん、星ありがとうございます。夜公演行く、ありがとう。今日は久々の昼夜公演です。なんかね、低速やけど配信できてる。今からスマコね公開収録。あ、いってらっしゃい。レイポンとマイティさんのですね、昼夜見に行く、ありがとう。待ってます。スマコね、緊張した。そうやな、緊張しましたね。でも楽しくできました。あのタケポンさんと佐田のはるかさんがすごく場の雰囲気を明るくしてくださったので、楽しくお話できました。昼夜お邪魔します、ありがとう。昼公演今日マジチャレンジに向かう、気をつけて、ありがとう。やっぽー、ののはまあまあ大丈夫かな、良くなってます。全然心配しないでください。全然全然そんな。佐藤さん、一寸玉ありがとうございます。公演前に腹ごしらえしてる。え、いいやん。お寿司いいな。夜公演入ります、ありがとう。みそらの生誕では、ありがとうございました。ありがとうございました、こちらこそ。こんにちは。左手の、あ、なんかあざできてますね。なんかこっちまで来てるんだけど、なんか普通になんかよくできやすいんですよ、あざが。体にすぐできる。公演後の膝とかボロボロなんですよね。夜公演行くよ、ありがとう。幕張目指せ当選しました、千葉で。お、お、待ってます、ありがとう。毎日配信何日目やろ、分からへん。はるかさん、そう、話しやすかったです、めちゃめちゃお優しくて。スマホね、よかった、ありがとう。あやみ、明日からギガホなん、あ、ほんまに。あやみもよく低速って言ってたから嬉しいな。え、こよりもさ、一応さ、なんか申請みたいなのしたよ。公演前にお弁当食べる、なんかこ今日の朝、朝ごはんっていうのかな、昼公演前のお弁当が結構ね、唐揚げとか、いつもはおにぎりなんやけど、今日はポークなんとかみたいな、結構あのヘビーなやつやったからちょっと迷ってる。家からシャインマスカット持ってきたから、それ食べようかなって思ってます。サメ会9枚中3枚しか当選しなかったので、部数追加お願いします。ほんまに9枚中3枚か、部数追加して、わかんない。いつわかるんやろ、そういうのって。完売しましたとか。皆さん忘れずにお支払い行けましたか。昨日の23時59分まででしたけど。やっほー、今仕事の休憩中に見れてるから嬉しい、ありがとう。火曜日に行きます、ありがとう。話し会行きます、ありがとう。待ってます。あ、毎日配信37日目らしいです、ありがとう教えてくれて。今日は私メイクの順番が一番最後なので、もう先にショールームしようと思って。昼夜公演よろしくお願いします、よろしくお願いします。喉がうるおうる、うるおうやん、唐揚げ。アミヤヤが来ました。ここ使うか、ここ使う、ありがとう。アミの、アミ追悼も言った。
喉潤うけどちょっと お腹が痛くなってしまう。やっほー。昼はキャン待ちやけど多分入れない。夜は入ります。ありがとう。ちんねんさん一寸玉ありがとうございます。はちみつさん可愛いのありがとう。あとドアが開いてしまったから、やばい。ちんねんだったら遊びに来たよ。二次申し込み前。あ、そんな感じで分かるんか。あー買いかれるよな、バーンって。ありがとう。こよたん夜公園行く、久しぶりや、楽しみ。あ、待ってます。ありがとう。一目惚れ仕掛けました仕掛けたやってすっぴんでも可愛い。ありがとう、ありがとう。優しい、そんな言ってくれ。すっぴん子よりも超絶可愛い。多分見慣れてるからやと思いますよ。もうファンの皆さんは私のすっぴんに夜公演行くね。ありがとう、待ってます。ナンバー向かってる。御堂筋線が寒すぎて苦しんでます。マジ大丈夫、風邪ひかんようにな。寒すぎたらちょっと風邪ひいてひいてしまうよ。あやみちゃんがアミタのより引いてて、え、マジそうない。あ、あやみも開封してたんや。公園昼よりお邪魔します、待ってます。あやみもアミタの生ジャヒン引いてたで。ほんまにみんな開封するねんな、やっぱ開封すんの楽しいもんだって。今日昼公園入るよ。今は関西空港から電車乗ったとこ。そんな遠いとこから来てくれてんの、ありがとう、待ってます。しまむーさん一寸玉ありがとうございます。しょうこさんハートありがとう、ありがとう。ハート100個ありがとう。赤炙りカルピスハートありがとう。これですっぴんとか強すぎ、いや別に強いわけじゃなくて多分皆さん見慣れてるんだと思いますねでもありがとう赤炙りカルビさん星ありがとうございます。ショコさんハートありがとう。今日も好き、ありがとう、うん、外は快晴すぎてつらい。雨よりよい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 よ、ほんまに雨やったらもうやばいからさ。雨頭痛なる。あご置き場がしっくりきとしとるなやって昼公園向かってるよ。ありがとう、ありがとう。握手会支払い昨日完了しました。お、バッチリ、ありがとうございます。皆さん忘れてませんか、大丈夫ですか、バッチリしてくださいましたか。今日は日曜日ですね。ひなさん一寸玉ありがとうございます。久しぶりの昼夜公演なんでね、ちょっと楽しみですね。久しぶりや、ほんまに。しかも今日はねメンツが初めてなので、初めてのメンツっていうかな、初めての出演メンツやから楽しみな部分もありますね。こよりんかわいい、ありがとうありがとう。すぐに支払いしました、ありがとう。無事にお支払いできてよかったです。オンラインお話し会申し込みしていいですか。全然、もうありがとうたくさん会いましょうね。ゆうちゃんハートありがとう。今日も上席お願いします。この前 N は後ろか2番目やった。あーそうか、今日こそはですね、近い席やったらいいね。劇場着くまでに溶けてしまいそう。あのね、ほんまにね、日傘とキャップあったら全然違うよ。うん、雨降りもまた極端やねんな。豪雨で一瞬なんや、わかる、通り雨みたいな感じ。二次受付早く始まってほしいな。え、なんかさ、これさ、いまだにさ、ちょっと仕組み分かってないんやけどさ、一回のさ受付でさ何枚まで申し込めるんですか。ちょっとなんか 3×3 最大3とかがよく分からなくて、どういうことやろうって思って。昨日三重雷やばかった。昨日の夜は私
なんか死んだように寝てたので、もうなんかほんまにやばくて、ちょっと記憶ないんですよね、昨日の夜。ちょっとごめんなさい。なっちゃさん、ハートありがとう。その体勢楽な、そう、ちょっとね、喉が楽。サナでメンバー探したけどいませんでした。サナじゃないですね。テンナの配信に出る時がサナです。今はこよりです。こんにちは。今日のメンズ好きようやって、ありがとう。旧期生公演見に行きたいな。見に来てください、ぜひぜひ。9枚申し込めた。9枚申し込めるんか。がんこてつさん、星ありがとうございます。3枚を3回申し込める。その3回っていうのはさ、3枚申し込んだ1分後に3枚申し込むとかでもいけるってこと？ちょっと時間空ければいいってこと？私もよくわからん、まあ、申し込んだよな。難しそうでさ。そうそう、フォローしました、ありがとう。ゆうちゃん一寸だもありがとう。腕傷ついてね、ごめんね。ちょっとうずさいようにする、ごめんね。全然気にしないでね。ぽよりの場合はリアル ×9、社名 ×9 がマックスかな。一時は10枠3枚 ×3 回申し込みで90枚。2時から増えたりするよ。え、90枚、90枚も申し込めるんですか。枠っていうのがよく分からへんかも。1枠3枚か。え、理解力のなさ。3枚以上握手券取ったの初めて、ありがとう。楽しみです。すぐに申し込みできる。あ、そうなんか。写メ会申し込みたいけど自分のルックス見て毎回へこむ。そんな言わへんねん。そんな言わへんねん。大丈夫です。そんなん、もう私もたまにへこむわ。ファンの人と撮った写真見て、あ、こよたこれぶちゃいくって思って。急に数学の授業始まって眠くなってきた。これはさすがに3の段やから、ちょっとさすがに頑張りましょう。これは私も頑張ります。仕組み僕もわからんから、むずいよな。枠は日にちとか南部とかやで。あ、え、そういうこと。え、あ、そういうこと。え、じゃあこれは一部しかないから1回3枚かける39枚までってこと。キータさん、ハートありがとう。時間を空ける。1枠最大3枚まで申し込めて、続けて2回目3回目と申し込めるよ。あ、なるほど。じゃあ私は一部制やから9枚までってことか。9枚がマックス。ケイタさん、ハート100個ありがとう。明後日劇場の公演来ます。ありがとう。初めて旧期生公演、ありがとう。待ってます。なんかね、ちょっと難しくて、3枚かける7枠の3回申し込み、7枠、そうそう、1つの部は9枚がマックス。あ、なるほど。じゃあ、あ、合ってるか。私は一部制やから3×3で9枚か。 OKOKOK、 なるほど。各9か。なるほど、ありがとう、理解しました。なかなか難しいことしてくれてありがとう。もう考えやんほうがいい。その 10枠までってのはどういうことや。
お勉強会になってる。私もめっちゃおたともに聞いたね。難しいよね、人による。なるほどな。皆さん、こんなにこんなに難しいことを頑張ってくれてありがとうございます。本当に私が NMB ファンやったらこんがらがっちゃんでした。だからもしなんか新しく NMB のこと知った人が参加したいって言ってたら、ちょっと優しく教えてあげてください。みつさん、一寸玉ありがとうございます。なのでこよりの握手会は9枚当選したけど、二次募集でも追加させてくださいませ。握手会はまだ落選で出ないんですね。よかった、皆さんに会えますね。それならありがとう。公演前に数学の勉強して発熱しましたとかやめてな。大丈夫大丈夫。近鉄特急が空いてたら来週の日曜日の公演申し込みしようかな。待ってます。お疲れ様です。僕も勉強できた気がする。みつきさん、椅子のもありがとうございます。2部メンバーやったら枠が20とかに増えてくやん。あー、なるほどね、そういうことか。追加ポチポチするね、ありがとう。2部メンバーは14枠。でも全然分からへん、そういうの。1人10種ってこと、こよりん以外も含めて。あ、なるほどね。あ、なるほどなるほど。じゃあ10人までに絞らなあかんってこと、いっぱい応募するなら。ありがとうございます、勉強になりました。じゃあもう15分経ってるので、ちょっと男女読みますね。13位マスオさん、ありがとうございます。12位岡ちゃんさん、ありがとうございます。11位グルさん、ありがとうございます。10位ヨシさん、ありがとうございます。9位ケイタンさん、ありがとうございます。8位ガンコズシさん、ありがとうございます。7位みそたこちゃん、ありがとうございます。6位しげあんさん、ありがとうございます。5位ちね、ありがとうございます。4位さがぐみさん、ありがとうございます。3位はちみつさん、ありがとうございます。2位ゆうちゃん、ありがとうございます。1位まちさん、ありがとうございます。ありがとう。部数追加させるためには1枚だけ星になってて、ちょっとわからなくなっちゃう。知恵熱って何ですか。これで悩まずにここに寝れるね。うん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。じゃあ昼夜公演よろしくお願いします。頑張ります。じゃあまたね、見に来てくれてありがとう。またね、昼公演で来てくれる方はまた会おうね。昼公演終わったらショールームするわ。またね、バイバイ。唇の色がない。またね、おやすみ。おやすみじゃないわ、あ、ちょっと寝ようかな。バイバイ、頑張ります。